YouTube をご覧の皆様、おはこんばんちくわん。あ、りんたろうさん来た。りんたろうさん、こんばんは。いらっしゃいませ。りんたろうさんちはどうですか、エビちゃん。エビちゃんどう？食べちゃった？脱皮したエビちゃん元気ですか？ピンパンちゃん飲みすぎたって。何？ピンパンちゃん8キロじゃ無理かも。ほら、やっぱり8キロじゃ。赤いキャンディー包んでくれたのは古いニュースペーパー白いペンキ何度も繰り返す夏の風の中で今頃国のテネシーあたり借り入れ読書と片言混じりでバルコニーから覗くあんたはブロンドさえも色あせていた派手な化粧振りまくオーデコロン自慢の胸のペンダントハンドリブスクの姉さんと入れてやる俺の髪を撫で回しながら開けて見せた写真もう一度船に乗る夢ばかり風をひいた日に上ごの湯に好きなブルースかけてた夜は決まって夜更けにすすり泣いてたアフターミデナイト悲しみは永遠の眠りについたかい。パンパカパーン、りんたろうさん、お誕生日おめでとう。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear りんたろうさん。Happy birthday to you.おめでとうございまーす。凛太郎さん何歳になったなのか。永遠の28歳かな。5月30日、サプライズ大成功。サプライズ、メソトさん、ヒロミさん、おめでとうございまーす。あんたに教わったちょっと昔したステップ褒めてくれよしゃがれた声で芝生の下で眠っていずに褒めてくれよブルーアイ細めてかわいいしょピカチュウピカチュウの切手眠っていずに眠っていずにはいポチッと
しとこうみたいな。はい、姉さんが書いたアスピン。はいはい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そんな怪しい姉さんが気になるよという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録並びにグッドボタンポチポチっとよろしくお願いいたします。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。